はい、暑い夏が来ました。はい、米が取れたよ。いや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 、まだまだ忙しいんですよ。だって旦那はね、ほんね、稲刈りなんかしちゃおれないよ。馬の準備だよ。馬なんで寝せちゃいかんよ。この頃からもうね、お茶の葉を飲んで興奮させて、馬はもうその場所で場所で興奮させて、ここで披露するんです。この中でいつもみんなをマントにまたがって、走るんですが、負けちゃうんです。馬は強いよ。はい、美内克美さん、大垣の出身なんです。成田ブライアント、伊吹前神楽乗りました。伊吹前神楽乗った時にみんなで買ったのに、つい取れなかった。ぶちゃまとって、成田ブライアンでな、取るからな。そしたら NHK の紅白歌合戦の審査員に出た時は嬉しかったね。でもね、ふーちゃん、本当は違うよ。おマント祭りがあったから俺のスタートがあった。さて、ギグタカさんも竹豊で名人さんになりましたけど、いいや、ふーちゃん。おマント祭りが基本。みんなでね、地元の人でね、みんなでね、祝うんです。この時怪我した人たくさんおります。救急車も来ます。誰も訴えません。この怪我が癒しになってまた馬にお返しします。こんな馬、昔はね、畑ね、田んぼみんな耕してくれたんです。生き物だってみんな一緒に生きてますね。秋はみんなでおマント祭り祝いましょう。そして高浜だけじゃないんです。一宮、いろんなところに馬が行きます。こんな楽しいこともあります。今幼稚園で馬のロバなんかも行って癒しとります。みんなおまんと祭りに集まっていい秋を迎えて、はい、優しい冬になります。そんなおまんと祭り行きます行きます行きます。よろしくお願いいたします。